し、飲む。走る。まだ諦めんぞ。走れ、飛ぶ。今は昔、対馬と戦った。いかにしてハーンを殺してくれよう。溺れ死なすか。いや、生きながら燃やし、足立殿の恨みを晴らす。
地平原に着いた。スネガサ衆はこの地におるらしいんだ。なぜ猛虎はあのお方を捕らえたんだろう。金になると思ったのか。また寝返らせるため。役立つものばかりです。酒井様、猛虎は何頭の馬を船に乗せてきたんだろうな。数百だろう。餌を金、材木、布を扱います。さあ、どうぞ。お目が効きますね。恐れながら数が足りませんね。助かった。ここで良い知らせをお待ちしてますね。Thank you.
君ではない。蒙古の荷車が襲われたのか。菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。ここまで逃げてきたのか。坂井陣か。竜蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。蒙古を成敗すれば叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が。今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。たたえるくたりちゃんしゅこるいあっせん。小物の裏に晴らしてやる。一人も残すな。おかおなりつけ。どうしようどうしよう。こいつら次々と囲まれるなよ。Thank you.
ない。肩が上達したな。そうか、お前はヒゲが生えたな。騎団の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれぬ。愛も変わらず強引だな。何も案ずるな。歩くのか。こっちだ。最後に会ったのはいつだった。二夏前の長尾家での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのだ。菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ菰田で声をかけなかった。侍相手に忙しそうにしてたろ。俺も酒盛りしてたしな。一杯くらい付き合ったのだがな。ああだろうな。荷車だ。飯が残っておりやもしれん。体。お侍、お侍。お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった。大平砦で。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ。宿営は近い。どぶ。さあ。おじ上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてるな。望みは何だ。一生分のタダ酒。それだけか。あとは寝床。仲間が入りきるほどのな。真面目に答えろ。浪人で終えるつもりではなかろう。あれから3年だぞ。昔とは違う。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが、今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろう。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。おい心臓、これだ。お前ら、雄三様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ。あの侍は。聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る。殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。ニナを喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、他意はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。知らみはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。
俺ほどの男前とはいかねえが悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら蒙古からお地獄を取り戻す。恩に切るぞ。ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。よし、お前ら行くぞ。一つ聞き忘れたことがある。申してみろ。コモだからどうやって助かった？あの戦場から女が運び出してくれたのだ。さらに解放まで。運の良い男め。お前や一味はどのように？逃げたんだよ。生きてるだけ。備えを済ませておけよ。済んだら墓所で会おう。あの武士が生きておるなら、きっと俺の弟に先陣切って蒙古に切り込んだはず。どこかの村がまた蒙古に焼かれたって。ふん、米は育てるより馬は早い。獅子よ、いたと思ったら突進してきよった。
竜像は破壊だ。おう、来たか。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。やぐらにはのろしずつも。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら討ち入るんだ。失敗したら俺の仇を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。矢倉から目を離すな。分かったよ。Sitz und sag, Guisho. Aizu してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。
門を探そう。いかがでしたか。ここじゃないな。こっちはさっぱりだ。ほら、食料を運ぶんだろう。食い物がねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。鑑賞ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦は奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。浜に猛虎の小舟がある。猛虎の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。硬い防備に急兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すことじゃねえな。旧兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。砦のことはまだ気づかれてない。奴らが気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ。浜に降りよう。聞こえたな。行く。頭、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだな。用意ができたようだな。松明を頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの日を見ろよ。Let's go!
急がねばならぬ。貝を持て。誰も船を狙ってこなかったな。お前の手下が気を引いたのだ。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。ないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったな。いいさ、昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、隣の船かもな。聞こえたか。4人、いや5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。いい船だな。さあ急ぐ。弓はあるか。お前は。構えてました。
ようだ。新手が来た。殺せ。Sad irç midin sürüp stepe. Ana muhtar çatıkoy. En havas harfat basan. Sumurda. Sumna sun batancı. Hindven, hat. Yatsı tuslu.雄三と話そう。この船にもないか。何かあるはずだが。死ねるかよ！
助立ちなんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカッパラ見たか。食い物は奴の腹ん中だよ。俺たちの食い物が龍蔵、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。今回ってる。行くぞ。見つからねえよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が載ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃなら、お前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。相手にはまだ足りぬ。ふぬけばかりか。グーチョーク、ザファーク、アラルーキかつて夏の間、長尾家の若い奴らと稽古をしたな。日本の剣術を盗まれてしまいます。そうたやすく得得はできぬが、止めに行かねばな。
私の兄はお侍に憧れていて、竹の稽古台を作ってずっと市内を振り回してましたよ。竹を切るか、腕を上げるのに良さそうだな。お主の兄と稽古したいものだ。恐れながら兄はすでに病で、ですが上りと稽古台を見るたびに兄を思い出します。無念であったな。礼を言う、達者で。菊池家の旗持ちが چی خرگو؟ هم؟ من یوچ بیش تیم به ها سوچرا نو سیئو دازه الده یا شکلانچ ساموراین ده
어서 나와! 야말 어차 내일쯤 했든 세림치다 봐. 아까 우치고 흑질 볼었노.
ただよりの裏さ。いざ勝負。シサンドラ出してさ。奉仕を。大将！大将！やつら奉仕を。酒井様、よく来てくださった。ただよりの末裔に導かれた。何があった？ただより公の嫡男が書いた巻物を蒙古が見つけてしまったのです。私はその解読のため連れてこられました。鎧は奪われたか？いえ、酒井様が来ると信じ違う場所へ行かせました。賭けに出たのだな。私の勝ちですな。鎧はこの石碑の下にあります。さあ、ご自分で手にしてください。ただよりの石碑だ。ただよりの鎧、絵も言われぬ美しさだ。下がっておれ。猛虎は近づかせぬ。これなら数百の海賊も一人で倒せる。
に。新手が来るぞ、無事か。鳥のための鎧だ。あなたにお話ししてよかった。さてそろそろ出立いたします。欺けなんて頼まれたらよ。頼んじゃないよ、これはゲージだ。まだタカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは失礼しました。あっしは賢治、信頼と安心の当時で酒売り、そんで島一番の山師、タカをアザモウラから助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ、道すがら策を練る。まずは一杯やりましょ。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。
に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。足の酒が口にあったようで。もっとよこせ。でもうるさいのなんの。敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒をよこせって脅されてまして。支度できた。なあ、本当にやるつもり？タカのためだから。アザモウラはどのような有様だ。歯向かったやつはこれ。それ、生き残ったやつは捕虜にされるか、下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ。でも、火事場で働いているやつがいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時に、こいつが初のお客。飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね、あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。モコだ。あ、二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってない。軍師兵ボイ。ああ。おい、止まれ。ダースだ。ダース、ほれ、酒だよ。酒か。ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は。いいから黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい荷重ならば。傷つくこともなかろう。わからないだろう。どうか殺さないで。そろそろです。静かに。まさかうまくいくなんて。ああ、ひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですが、村の半分が焼かれてる。お別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち。良いか。万が一にも敵に見つかったら俺が死ぬんだろう。分かってる。じゃあ皆さん、喉がこの上見て、門のそば。あれが人売りの頭か。クズめ。あやつ捕虜を品定めしておる。タカのところに行くかも。追うぞ。
Noyanton, encourage the Hasuta Hixata. Orgogin Sota. Egin Shata. Tan Noyanton. Kito, Taka wa buji da. Kimo ga chiisai kara. Iku zo. ピーニングオリオンコイン。おい、どうした？鍛冶屋のタカという男、手を抜いてるぞ。粗悪なものしか作ってない。やはりね、タカがいる。他に鍛冶屋がいない。わしだって鍛冶屋だ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だからタカを殺す。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、タカがやられる。しな、先に鷹を見つけないと。ユナ、離れるな。抜け道を探す。で、ネギュンベン。うん。やっとタンベン。ソナルセルンステイ。テルニツァル。ネギュンハッシンダ。요 조심하셨다. 힘다. 빈니콜. 休ませてくれ. 나카다. 야めてくれ. 네사. 나카. 何もされなかった。
かったろう。すぐに立つぞ。無理だ。どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。この近くに民家では、そこから出るぞ。登れそうだ。これからどこへ？ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが？村から出られていたらね。まだこっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いえ、でももう家には戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモウラから少しでも離れよう。怖がらなくて。夜明けから猛虎を見てない。巻いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように？命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい？もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ？
タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり？村から猛虎を一掃せねば。そうだな。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。いい子だ。オモダで戦ったのは侍だけじゃなく、シゲが刺しようとし、戦から生き延びられたのは一人だけって話だ。それが差しのいたところ。太刀についての御用があればお役に立ちましょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。その太刀がご分を運びます。鎧を整えてもよろしいでしょうか。より頑丈になりました。礼を言う。一段とご立派になられました。鎧はお体に合ってます。酒井か。ジプシャケベル。おい、この結果あるな。おっと、ガーショー。ガーショー、ガーショー。
ユナ、お主か。待ってたよ。何が起きた？タカはどこだ？村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。出迎えは殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。はあ？村の火事場も民も失えぬ。望むならばお主は行け。嫌だね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。何人生き延びたのだ？そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦えそうにないね。タカはどうだ？虫の一匹も殺せないふぬけだよ。今のは秘密ね。なぜ兄弟でそうも似つかぬ。酒くれるなら教えてあげる。村のみんなを避難させてたんだけど、一人ここらで猛虎に捕まったんだ。生きてた。猛虎は行った？しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。火事場は動くか？ああ、でも火はつけないよ。煙が出たら最後、猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。さすれば地の利を生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけか。酒井様、姉さん。タカ。あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか、どういったもので？叔父上を救いたい。かねたの木に囚われておるのだが、守りが固く、人知れず忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。任せときな。火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる？嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度を。できてるみたいです。ユキオカ。はい。タカが火事場で待っておる。小町を。妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。
血の海だよ。血を見るな、よいか。わかりました。ここに見つかった。ここにおれ。志村様も金田の木にとらわれぬ。幸雄の使いだ。生きてるの？ついてこい、火事場へ向かうぞ。ムツ、よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。このお方の強さといったらまるで鬼だよ。猛虎が相手の時のみだ。火事場に行くぞ、ついてまいれ。よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。このお方の強さといったらまるで鬼だよ。猛虎が相手の時のみだ。さあ来い。火事場に行くぞ、ついてまいれ。食卓を安心。ああ。生きてたか。このお方のおかげだ。恩に来ます。猛虎が来る。ユナはどこだ。川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません。何？戻るまで火を入れるな。火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。侍、侍はどこだ。嘘をつくな。お前の仲間を痛むぞ。侍なんて村の奴らは
どこに消えた。知らないよ。お願いだから殺さないで。レイオン発進だ。あっちです、ベル。おしょう、おしょう。ヘルディアコルテ。Huge wish wedge. Team aha. Negium Harsinta. ありがとうございます。まだ気を抜くでない。カジマまで行けるか。ええ、なんとか。みんなついてまいれ。あの方は何者なの。話せば長くなる。殺し方がむごくて人じゃないみたい。そうかもね。Negium Harsinta. さん、心配させやがって。火事場に火を入れろ。モコが寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよ、ここでモコを迎え撃つ。
乗るな。幽閉だよ。カジマが囲まれた。早く殺さなきゃ。発射ヤムチョ。ビロロ。ジュニア。おっしょ、ダッシュ。ああ。待て。おっしょ。ああ。お侍様の戦い方じゃない。何を申す。お侍どころじゃないよ。このお方は蒙古を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。早く逃げましょう。ならぬ。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよう。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。伝説のクロード。悪くないだろう。侍は誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。ならばなぜ我が兵は背後から斬られている。
堺は決してさような手を使わん。戦では化けの皮が剥がれる。ならば己は犬だな。不備来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。お前の老いも侍の道に背き、犬になるつもりのようだ。止めたくば大元国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。それまで首がつながっていればな。たかが仕事を終えるまで叔父上をお助けにはいけぬな。ユナに話を聞いてみねば。Thank you.